どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。7月の北海道、涼しいはずの北海道が今、熱く盛り上がっている。北連ディスタンスチャレンジ、しかもね、昨日ありました深川大会、早速ですね、男子 5000m、こちらの結果を見てみましょう。こちらです。と、まあね、深川大会の 5000m の、まあ、参加標準記録といいますか、そちらがね、ちょっとね、他の大会よりも高いんで、当然、好記録はね、予想されてはいたんですけれども、しっかりとですね、まあ、日本人トップの、まあ、第6の主要選手、こちらはね、まあ、さておきですね、2位に入りました、坂口亮平選手、こちらの選手がギュー上がってきたというところで、タイムも見てください。13分41秒台と。これ、ぶっちゃけ言いますと、まあ、スーパールーキーズね、今の東海大学の2年生ですね。もう、ルーキーズって言っちゃ申し訳ないんですけれども、こちら、関選手を抜いてですね、トップなんですよね。5000メートルの PB が。ここでね、まあ、学生個人でもやはりね、青山学院大学勢をしっかりと抑えて、優勝してますんで、まあ、こちら、坂口選手、ガッ上がってきたなと。いうところですよね。そしてまた東海大学の 5000m の歴代記録から見ても歴代4位と、まあ、この1位からね、5位までガー今上げてますけれども、そうそうたるメンバーですよ、ね、佐藤選手、村沢選手、そして伊達選手というところで、これは本当坂口選手、これね、まあ、本人はね、ツイッターの方で、まあ、日本選手権のね、参加標準記録突破をね、狙ってて、まあ、できれば30秒で出したかったというふうなことをね、ツイッターでつぶやいていらっしゃいましたけれども、これは夏合宿でしっかりとまた力つければですね、そうなんですよ、坂口選手ってロードも強いですよね。やはり都大路で3年生の時、洛南高校、1区、まあ、10キロ区間、区間5位で走ってますから、それを考えてもロード力もありますんで、まあ、その中で箱根駅伝、エントリーには入ったんですけれども、まあ、当日出走はならなかったというところで、やはりね、三大駅伝、まあ、他のね、1年生がガンガンデビューしましたんで、その中でね、佐藤選手は走ってませんでした。まあ、そういった思いもありね、この三大駅伝、まあ、特に出雲駅伝あたりなんかね、これ、が出してくるんじゃないかなという予感がしますよね。まあ、とりあえず、今年乗ってますんで、まあ、1500メートルの方ではね、やはりちょっと結果出てこなかったんですけれども、まあ、オレゴン大学に、今年の春ね、ちょっと短期留学しまして、関選手と鬼塚選手なんかとね、一緒に短期留学しまして、まあ、その中でもね、やはりウエイトトレーニング、こちらをしっかりやってですね、まあ、粘って、そしてラストでもついていける、こういった筋力のね、トレーニングを学んできたんだと。そして、まあ、それがですね、まあ、4月はちょっとその辺がシンクロしなかったんですけれども、5月6月からね、徐々にこうシンクロしていったんじゃないかなというところで、こういった記録にね、つながったんじゃないかなと思っております。いや、本当ね、もうこの前の記録会でのね、郡司選手の13分台もしっかり、まだまだね、今年本当スーパールーキーズに代わるちょっとまた名前を考えたいなとも思ってるんですけれども、侮れないなと、東海大学怖いなというところで、まあ、全日本大学駅伝の予選会でもしっかりとね、トップでね、通過しておりますのでね、これは本当夏合宿を経てからの東海大学、駅伝シーズン、いや、今度こそね、怖いんじゃないかなというところでね、こちらも注目していってみたいなと思っております。そして同じ日に行われた1万メートルでもトヨタ自動車の藤井圭介選手が自己記録を更新。28分36秒66。これ中央学院大学時代に自己記録マークして、それからね、なかなか自己記録更新できてなかったんで、この藤井選手もガッと、こちら北連でね、開花してきたんじゃないかなと。まあ、山口でありましたね、2月の実業団ハーフでは1時間7分ぐらいちょっとかかってたんで、なかなかね、この辺きついかなっていうところはあったんですけれども、しっかりと北連でこういったタイムを出してきて、ニューイヤーにね、向けてちょっとアピールしていってもらいたいなと思っております。いや、本当ね、箱根駅伝予選会でもあの時、ギャント・ベンジャミンとか、ダンカン・モゼ選手とかね、あれ強い外国人に混ざってしっかりと3位でね、中学院大学通過のね、まあ、原動力となってましたんでね、あれ何回大会だったかな、はい、まあ、拓殖大がギリギリ落ちたっていうのしか僕は覚えてないんですけれども、まあ、トヨタ自動車ね、そうは熱いですけれどもね、しっかりとこういったメンバーでね、藤井選手食い込んでいってもらいたいなと思っております。ザワチャンネルでした。それで明日なんですけれども、 YouTube ライブ、夜8時から、やり
りたいと思っております。まあ、北連ディスタンスチャレンジ、まあ、北見そして網走大会含めね、しっかりと皆さんとねこうコメントで、やり取りしながらね、30分1時間喋、ってみたいなと思っております。まあ8時からですのでね、時間が空いてる方がいらっしゃればですね、私と陸上トークで、盛り上がりましょう。